名古屋市千種区に住む関さん夫婦、長男、次男、そして障害がある長女と3人の子供がいます。今は近くに住む長男と共に末っ子である長女の世話をしています。妹関君はね、うちの本当の子供じゃないんです。養女という形で、本当は母親の姉の子供なんです。で、結局何が起きたかというと、高齢出産の、早産で大量出血しちゃって亡くなっちゃったんです。僕はだから8つ違うんで、小学校の2年生の時に、突然うちへやってくると。彼が長男ですけど、次男がおりまして、2人でですね、女の子がね、欲しいなということは思ってたんですよ。僕たちも、あ、妹ができていいやと思ってたところが、途中からどうも成長がおかしいなと。先天性の重度脳性麻痺という状態でして、知りたい思いでした。もうこの子抱いて自殺でもしようかしらっていうふうなね、なんかとっても辛かったですね。そして現在、キミさんは名古屋市内の施設に入所しています。家族は週に2回面会に行っていましたが、コロナでそれもできなくなってしまいました。3月頃から確か厚労省からの、指示で面会を禁止になってるはずなんですよ。一番心配なのはやっぱり妹が親の顔や私の顔を忘れちゃうんじゃないかなと。長く会わないと、会うってことで、それも一つ生きがいの一つとしてね、二人でやってましたからね。はい、それだけにショックだったですね。いや、なんか元気にしてるかしらっていうのが気が気じゃなかったです。重度心身障害児の施設があるっていうことって皆さんあまりご存じないし、でそういう子たちがじゃあこういう時にどうしてるかって、普段も見ない子たちのことはちょっとイメージもできないと思うんですよ。本当にああいう子たちは体が弱いから、一回感染したらもう大変なことになっちゃうんですよね。で、職員の皆さんも本当になんか外出禁止とか外食禁止とかいろいろ決められてて、本当に皆さんも辛い思いの中よく見てもらってますんで、もう我々もやっぱりこれは協力すべきであって理解していくしかないなと思ってます。2020年10月、家族の面会がようやくできるようになり、関さん一家は出かけることに。妹キミさんが面会するフロアまで来てくれました。キミちゃん声は聞こえるけど、キミちゃん久しぶり、アップアップやキミさんは家族に会えて上機嫌。ちゃんと食べてますか？ご飯は食べてますか？嫌いなもんないからいいね。はい、お願いします。もうありがとうございました。どうも。10分間の面会が終わりました。こういうガラスのついたてができましてね、より近づきやすいっていうかな、飛沫も飛ばなくて安心して面会できますね、この方が。離れてるからね、顔を忘れちゃうかなと思ったけど、全然忘れてないんですよ。声聞いただけでもね、笑ってるの。長女、キミさんの存在が家族を変えてくれたといいます。妹のおかげでね、家族の絆は深くなりましたね。はい、で、自分で言ってもなんだんだけど、弟も含めてみんな優しい人になって、思いやりが持てる人になったかなとは多少思いますけどね。辛いですけど、それは乗り越えて、はい、いつまでも生きとってほしいと思います私は。はい、みんながね、もうキミちゃんがで回ってる感じですからね、もう本当に感謝。